県も含め、どういった生活をしてきたのかということもありますよね、この期間。そうなんですね。ですから、まあ、ずっと抑えてて、まあ、お金が取れないかと交渉はしたけど取れないし、じゃあどっかでカードで使うかっていうんで安倍総理来たし、発言もあるし。